設備ハリネズミたわしちゃんの便検査ですね。 あったかい生食塩水と便を混ぜて400倍に拡大してます。細菌の状態とそれから原虫がいるかいないかを見てます。まあ、細菌はちっちゃいので多少動いてますけど、まあ、正常範囲だと思います。原虫もこの動きるような動きをするのはいないから、ジラルジラトリコモナスの原虫はいないと思いますね。はい、倍率を弱めて40倍で寄生虫の卵あるかないかを見ますけども、寄生虫の卵っぽいのもいません。それから未消化反応、ちょっとだけ未消化反応はあります。冬法、便を集めて、これ寄生虫の卵ですね、冬法です。ここでいるかいないか、海中、甲虫、便虫等の線虫類の寄生虫の卵はいないようですね。はい、